はい、速稼塾の久保でございます。それではですね、男の色気シリーズの後編をやってなかったんで、続きをやってみようかと思います。まず一つ目なんですけども、声ですね。ボイス。声、時にはやっぱり低い声で丁寧にゆっくりと喋ることができると思います。高めにですね、聞こえやすいようにこう語りかけることもあるんですけども、時にはゆっくりと低く喋ることによって、緩急をつけるっていうんですかね。強みとか弱みとか、高い声、低い声を、こうね、声というよりも歌うように話していくことだと思います。メロディー、自分の声のトーン、メロディーに合わせて、女性に届けるような形でね、声を発していくということも必要ではないかなというところですね。そういうところに色気が出るのかなというものですね。で、次、身だしなみなんですけども、これは身だしなみができた状態というよりも、身だしなみを整えているその瞬間ですよね。例えばこうヘアセットをこう、ね、軽くしている時とか、あと当然ですけど、ひげがね、こうない状態とか、それからなんていうんですかね、ネクタイを締めている時とか、スーツをパッと着ているような時とかね、こう、なんですか、雨をこう払っている時とか、そういうふうな仕草ですよ。身だしなみを整えているという仕草にも、色気を感じさせるところがあるかなというところでございます。当然ですけども、肌の手入れは普段からできていて、爪もちゃんと切っておくっていうのは必要ですけどもね。次、歩くペースですね。歩く速度がどうしてもね、男性は速くなってしまいがちなんですけども、女性を守れる位置とスピードで歩くってことが大事です。例えば、なんていうんですか、男性がここにいて、女性がここにいて、男性はですね、女性をこう守るような位置にいるのがいいかなと思います。だからちょっとね、女性よりも心持ち半歩前に行くような形です。だからといって、あんまり先に行き過ぎて女性を置いていかないようにすること。それからたまにはね、立ち止まって振り向いて、女性の歩きを待ってあげるみたいな形とか、手を差し伸べてあげるとかね、やる必要があるのかなと思いますけどもね、歩くペース非常に大事になってきます。どうしてもね、女性が走らないとついてこれないような、そんな形にならないように、どちらかというと衛兵が姫を守るような、そんなイメージで歩いていけばいいんじゃないかなと思いますよね。で、次が敬意です。女性の前にいて、その女性に対してだけではなくて、どんな人にも敬意を払って、どんな人からも敬意を受けるような、そんなね、仕草、立ち振る舞いが必要なのかなと思います。ですからね、どっか飲食店に行って店員さんに偉そうにする態度とか、クレームがましいことを言ったりね、そういうことではなくて、やっぱ余裕を持って落ち着いてあげることです。例えばレジで行列ができていてもですね、こう慌てずに落ち着いて待ってあげると。で、待つ時間に、女性に対して新しいね、自分の魅力を発信するぐらいの、楽しい会話で間をつなぐみたいな配慮がいつでもできるといいですよね。どちらかというとね、その男性と歩いてて、女性が自分まで格が上がったというふうに思わせるような演出、これがだから色気であり雰囲気なんですよ。こういうのは男性が作れるかどうかってことになってきます。片っぽではですね、その男性が普段周りの人にどう思われているかってことをすでに仕込んでおかないといけないんですよ。そうすることによって、その男性がね、女性といるときに、女性にまで敬意を向けられるようね、何々さんの連れさんですか、どうもこんにちはみたいな感じでやっていただけるようにね、普段から一人の時から立ち振る舞いが大事になってくるかなと思います。そして今回最後になってきますのがアイテムですよね。腕時計とかってね、結局最近は腕時計しなくてもいいんですよ。いいんですけども、やっぱり腕時計を時間を見るというね、定義で腕時計というアイテムを自分に備えておく。これはもうね、はい、すいません、アイテムの話をしてましたけども、腕時計ですね。腕時計はどちらかというと時計というよりも装飾品なんですよ。飾り物です。だからネックレスと同じような感じで、ネックレス私もありますけどね、嫌味にならないぐらいチラッと見える感じで、こうね、シルバーの時計があるといいかなと。で、ゴールドの時計は結構ね、扱い方が難しいんで、他のアイテムとかスーツとの相関関係によってゴールドってのは似合うんですけども、やっぱいつでもどこでもって形になると、やっぱシルバーが控えめでいいかなと思いますよね。で、ネクタイとかネックレスもそうなんですよ。腕時計とセットで同じような同系色の色のネクタイなり、ネックレスですよ。ネックレスを締めておくといいのかなと思います。で、会計支払いの時とかっていうのはね、ちょっと番外編でお伝えしますけども、支払いの時はやっぱり圧倒的にのがクレジットカード一発払いです。そうすることによって会計スムーズになりますし、やっぱりね、こう知的さがそこにあるんですよね。で、カードはゴールドとかプラチナっていうのがいいんですけども、レギュラーカードでもそんな悪いことはないかなと思いますよね。私がおすすめするのはやっぱりプラチナとかゴールドみたいなカードが出てくるような感じの支払いがいいかなと思います。現金で支払う場合も、
なるべくですね、この1万円を出して1万円単位で払ってお釣りをもらうみたいな感じがよくって、15,263円ですとかいう時に63円を小銭入れから探すみたいなことをせずにですね、常にお釣りをもらって、そのお釣りをね、小銭はポケットにジャーッと入れて、お札は財布にサッとしまうと、そういうふうなスマートさで色気を示すこともできるんじゃないかなと思いますけども、皆さんどう感じでしょうか。ちょっとこのシリーズもうちょっとねプラスアルファがありますので、また次回お届けしようかと思います。それでは失礼します。